ますか。登ったシュラトたちはインドラによって石化されたビシュヌを一刻も早く救出すべく天空殿へと向かっていた。アカラナータの容赦ない攻撃に追い詰められたシュラトたちは援護に駆けつけたサラスに危ういところを救われた。私に盾つく奴が一人増えたというわけか。妙合心だが、妙合心によりクンダリーニトライローのシャクティを身につけたアカラナータは強烈な破壊力を持つ銃が烈光弾でシュラトたちを打ちのめした。必殺の烈光弾がシュラトめがけて放たれたその時、シュラトをかばってサラスが飛び出した。サラス龍馬最後の一撃。龍馬、平気だ、大したことはない。今のは何か相馬が断ち切られるような。まさかシュラトが。サラス、心配せずともお前もすぐに後を追わせてやる。貴様にシュラトは殺させん。ヒューガ、リョーマ、レーガ。シュラトちゃん、だいぶ苦戦してるようね。無事だったか、シュラト。ロハ、サラス、サラス、貴様。サラス、みんな無事だったようだね。やろう。なんで、なんで俺なんかのために。言ったろ坊や、あんたの相馬に天空界の未来を感じちまったって。サラス、しっかりしろ。このくらいの傷、すぐに、すぐに。いいかい坊やたち、ジンクモンを通って天空殿へお行き、あそこからなら天空殿へ入れる。分かった、必ず天空殿へ上がってみせる。期待してるよ。それからビシュヌ様をお助けしたらお伝えしておくれ。与えられた使命果たすことかなわず、お役に立てなかったサラスをお許しくださいと。分かった、分かったから、もう喋るな坊や。神よ、辛いね、坊やと別れるのは。あんたと会えて楽しかった。バカ野郎、何言うんだよ。これからも楽しくやろうぜ。もっと、もっとな、サラス。楽しかった、サラス。サラス。
ラス、サラス、別れの挨拶は終わったか。何？もっともお前たちもすぐあの世へ行くのだ。挨拶など無用だったがな。絶対許せねえ。ほう、その体でまだそれだけの装備。貴様だけは許せねえ。シュラト、シュラト、やめろ。そのような技ではこのあからなあたに傷一つつけられんというのがまだわからんと見える。クソなんだアボダナン、アビラン剣ソワカ、シュラマッハッケン。何？決まった。くそ。シャクティがまた。これは、今のは一体どうした？龍馬、龍馬。頭に浮かんだのは、もしや遊びはこれまでだ。ナウマクサンマンダーバザラダン、カン。サラスの仇さえ撃てないのか。あいつを、アカラナータを倒す手はないのか。さすが天空殿を守る人将、簡単には倒せないな。さて、どこまで行けるか。オンクロダヤウンジョクソワカ。
やってくれる。潜り込んだネズミの始末も間もなく。はい、アカラナータはシュラトたち相手に手間取っているようですが、心配せずともアカラナータのこと、そう長くは待たせまい。ですがシュラトたちの力侮れません。油断すればアカラナータといえども思わぬ不覚。アカラナータは無敵。ビシヌのいない今、アカラナータの弱点を知る者もいない。弱点、そのようなものがアカラナータ。ある。だがたとえそれが奴らに見抜けたとしても、奴らにアカラナータを倒す術はない。シュラトたちがどうあがこうと、この天空界の滅びゆく運命に変わりなどない。いよいよ最後か。4人まとめて地獄へ送ってやる。1万年前の我が奴の体に、奴の体に岩が、あの一瞬なぜ奴のシャクティが無防備に。そうか、必殺の一撃を放った瞬間、あいつのシャクティは、これはシャクティが、竜王のシャクティが1万年前の記憶を俺に伝えたのか。その体ではもはや逃げることもかなうまい。4人揃ってとどめを刺してやろう。これまでか。マジにやばいよね、これは。くそシュラト、ここは俺に任せろ。龍馬。お前が死んだらサラスが悲しむ。天空界の未来が見えなくなる。リョーマ、どうするつもりだ。アカラナータ、この竜王リョーマが1万年前の決着をつけてやる。恐怖に血迷ったか。ならばまずお前を血祭りにあげ、残りの3人は後でゆっくり料理してやる。そのセリフ、見事このリョーマを倒してから言うんだな。リョーマ、龍馬、シュラト、レイガ、ヒューガ、俺に竜王龍馬にお前たちの力を貸してくれ。やめろ龍馬。うわっ龍馬、龍馬、龍馬、
天空界に平和を取り戻すため。くそ、体が言うことを聞かねえ。そして何より俺と共に戦ってきたかけがえのない友のため。龍馬、やめろ。レイヤー、今の私にできるのは全ての相馬を龍馬に託すことだけ。それが龍馬を救うと信じるしかない。レイヤー、くあー、しくしょう、死ぬな。彼らを死なせてたまるか。必殺の一撃を放った瞬間、奴は相馬を失い、小石を防ぐことさえできなくなる。ナウマクサンマンダーバザラダンカン。狙いは一つ、あの1万年前につけた右胸の傷。死ね、銃が烈光弾。最後か。バカな。今だ。なぜお前が、私の弱点は。1万年前の世にはいかなかったようだ。我ら八部衆の力、受けてみろ、妖怪撃。妖ごときに、ここはカラナータが負けるはずが。あのアカラナータを。龍馬、やったやった、龍馬が勝った。龍馬大丈夫か。龍馬、さすが八部衆最強の竜王龍馬、やったね。龍馬、しっかりしろ。どうやらお前たちと一緒に天空殿へ行けなくなってしまったな。しゃべるな、龍馬。龍馬がこんなことでやられたりしてたまるか。泣くな、シュラト。お前たちと共に過ごし、戦い、天空殿を目指すことができてよかった。龍馬、生まれ変わることができたら、もう一度お前たちと共に生きたい。龍馬龍馬は死んじゃいねえよな。ナヒューが、そうだろうな。龍馬は死んじゃいねえよな。見苦しいわよ、シュラトちゃん。戦ってるからには誰かが死ぬのは当たり前。わめたって
龍馬は戻ってこないわよ。なんだと、レガ、龍馬は俺たちのためによ。シラト、あのアカラナータにして葬ったのは龍馬たった一人か。お前たちにはもう一働きしてもらわねばならないな。お任せください、インドラ様。こんなことを終わりにするには天空殿へ行くしかないんだ。銃が三人衆、最後の一人アカラナータとの激闘に己の走馬を燃やし尽くし、竜王龍馬は死んだ。だがシュラトたちに悲しんでいる暇はない。緑豊かなこのディーガ地方にも確実に滅亡の兆しが見え始めているからだった。命がけで切り開いてくれた道を通って、ついに俺たちは天空殿に戻ってきた。ドラ、待っていろよ。だがそんな俺たちの前に立ちふさがったのは、バカな、お前たちはダン、クーヤ、レンゲ。次回、天空戦記シュラと嵐を呼ぶ天空殿、オンシュラソワカ。